ユビキチン活性化酵素、または E1 酵素は、ユビキチン化反応の最初の段階を触媒し、タンパク質をプロテアソームによる分解の標的とする。標的タンパク質へのユビキチン、またはユビキチン様タンパク質の共有結合による負荷は、新核生物でタンパク質の機能を調節する主要な機構である。細胞分裂、免疫応答、 肺発生など多くの過程が指チンと指チン様タンパク質による翻訳ご就職によって調節されている。指チン活性化酵素は指チン化のプロセスを開始する。E1 酵素は ATP と共に指チンタンパク質を結合する。その後、E1 酵素は指チンを2番目のタンパク質、指チン結合酵素へ受け渡す。 E2 タンパク質は、指チンリガーゼと複合体を形成する。指チンリガーゼは、タグ付けを必要とするタンパク質を認識し、標的タンパク質への指チンの転移を触媒する。この経路は、標的タンパク質に十分な指チン差が形成されるまで繰り返される。指チン化カスケードの開始時に、e、E1 酵素は ATPMG2 と指チンを結合し、 ユビキチンの C 末端のアシルアデニル化反応を触媒する。次の段階として E1 酵素の触媒残機のシステインがユビキチン AMP 複合体を攻撃しアシル元を置換するとともにチオエステル結合を形成し AMP が脱離する。最終的に E2 酵素の触媒システインが E1 ユビキチン複合体を攻撃しチオエステル交換反応によって E1 指基ン複合体から E2 酵素へ指基ンが転移される。しかし、チオエステル交換反応の過程は極めて複雑であり、E1 酵素と E2 酵素が中間体となる複合体を形成し、双方の酵素が互いに結合するために一連のコンフォメーション変化が引き起こされる。この機構を通じて E1 酵素は二分子の指基ンを結合している。二つ目の指基も、 同様にアデニル化が行われるが、同様のチオエステル複合体の形成はこれまで記載されていない。二つ目のユビキチンの機能は大部分が不明であるが、チオエステル交換反応の際に、E1 酵素のコンフォメーション変化を促進する可能性が考えられている。次に挙げる遺伝子は、ユビキチン活性化酵素を高度している、ユビキチンマイナスプロテアソームシステムは、 細胞内での適切なタンパク質分解に重要である。このシステムの機能不全は細胞の向上性を破壊し多くの異常をもたらす。正常に機能している細胞では指チンまたは指チン様タンパク質が共有結合することで標的タンパク質の表面が変化する。これらの指チン化されたタンパク質はタンパク質分解経路。 または非タンパク質分解経路による分解へと向けられる。このシステムの異常によって、ガン、糖尿病、脳卒中、アルツハイマー病、筋縮性即作硬化症、多発性硬化症、全速、炎症性腸疾患、自己免疫性向上制限、炎症性関節炎、全身性リテマ等ですなど、多数の先天性、後天性疾患が引き起こされる可能性がある。 指キチンマイナスプロテアソーム経路が関係する様々な疾患の中に X、リンクとインファンタイルスパイナルマスキアラアトラフィーがある。この致命的な小児疾患は全角細胞の喪失と乳幼児期の死亡と関係している。臨床的な特徴には低血圧、反射消失、先天性多発性硬縮がある。大規模な変異解析によって XLSMA の6家族のスクリーニングが行われ、2家族で新規ミスセンス変異、3家族で新規の CE マイナス T 同義痴漢が見られた。これらはすべて指気沈活性化酵素を高度するウベイチ遺伝子のエクソン1 5に位置しており、家族内で疾患と共にセグリゲーションしていることが観察された。簡潔に言うと、ウベイチのミスセンス変異は、 軸索構造と神経細胞の維持に関与するタンパク質ギガキ基礎人との複合体形成の阻害をもたらす可能性がある。それによって微小間結合タンパク質マップ1バイトの分解が阻害されて蓄積し神経細胞子の増加がもたらされる。そのため、ウベイチ遺伝子の変異は XLSMA の遺伝的原因であることが疑われる。ありがとうございます。